21世紀無の技術展は2000年7月21日から8月6日にかけて東京国際展示場で開催された日本経済新聞社主催の科学技術に関する展示イベントである。開催期間中の来場者数は約112万人。世紀と1000年期の変わり目における日本経済新聞社の記念事業2000年プロジェクトの一環として開催された。 20世紀に露呈した公害や環境問題の発生など科学、技術に関する影の部分の解決と同時に生活、社会、産業の質をより向上させるための科学、技術の有用性の訴求、これらによる豊かな未来の提示を目的としており、21世紀の主要技術として期待される環境保全、情報、通信、生命科学、宇宙、海洋開発、 生活基盤の5分野において国内外の企業や国立研究機関、国立大学など111の団体や法人による科学、技術関連の様々な提案及び出展、シンポジウムが行われた。最新のテクノロジーが一堂に会しており、出展の内容はコンピュータ関連から宇宙、海洋関連、がん治療関連まで多岐に及んでいるが、 前述の5分野の他には、放送関連や特許、ベンチャー企業関連、アニメキャラクター関連などの出展も行われていた。また、会場内のビアコミュニケーションプラザでは、アサヒビールによる様々な展示、ショーの他に、実際にビールを飲むことができるビアスペースも設置されていた。会場では、ロボット関連の技術が注目を集めており、 ホンダブースにおける自立歩行人間型ロボット P3 の歩行バランス感覚に関するデモやソニーブースの Ivo を筆頭に NEC ブースや IBM ブースなどでも開発中のロボットが展示されていたこの他セガエンタープライゼスブースでは高速インターネット回線を利用し映像ゲームなどを楽しむことができるエンターテインメント端末ネットターミナルを 多数設置しており、会場にて無料で利用することができた。第一製薬ブースでは15人乗りのシミュレーションマシンに登場し、DDS 抗がん剤が体内を通って、がん組織に到達する様を疑似体験する遊園地のアトラクションさながらのアドベンチャーシアターが設置されていた。通常の入場券であるフルタイム券は開催期間の17日間を通して何度でも、 入場が可能であった。また、この他には、前売り券や、団体割引、17時以降に入場できる、サンセット券があった。東京国際展示場周辺では、闘技術展と、連動して、屋外イベントの、ムーブ2000が開催された。また、イベントの目玉として、日没後には、映像や音による、約20分間のアトラクション、ドリームナイト2000を、イーストプロムナードにて実施。 アトラクションの一部では PS2 用ソフト、ファントビジアンの映像も使用されていた。ありがとうございます。